レギオシャトル RS1 はドイツ及びチェコで使用されている中距離列車向けの下ドラーレール製ディーゼル動車である。台形の窓の枠は特に印象的な外観である。この機動車はドイツ鉄道の場合 DB650 系機動車として運用されており、多くの私鉄も運用路線で RS1 を使用している。 RS1 は本来アドトランツの製品であったが2001年にボンバルディアトランスポーテーションがアドトランツを買収した時に独占禁止法上の理由でベルリンビルヘルムスルー工場を売却せねばならなかったのでシュタトラーレールが RS1 を続いて生産・販売した。RS1 は国際鉄道連合の基準に従う標準機の鉄道車両であり 縦方向の牽引力は 1500kN に至る。中央干渉連結機は、従来のヨーロッパのプル及びバフ研磨装置とともに、RS1 に装着された。RS1 はトラス構造に合致する、車体フレームを持って、それは一目大きく。窓の枠は車線であり、最初は、RS1 の外観が区別となったが、現在はその窓が、ボンバルディアセイティーノの窓にも採択されている。 ディーゼル内燃機関と変速機構で構成される二つの独立したディーゼル駆動装置ユニットは二つの車軸に装置された両台車をそれぞれに駆動する。2006年にホイトの工場でレギオシャトル機動車が改造された。特により厳しい排気ガスの基準に従い最高速度を時速 140km に上げるのが要求された。2009年7月に 連邦鉄道庁は製造者が RS1 の排気タービン化吸器を指定された期間で厳密に保守及び交換するのを法律で布告した。その以前には排気タービン化吸器が長期間に稼働されたので、いくつかの火災が発生した。2011年5月4日に、レヌスベニロ鉄道はボッパルトとエンメルスハウゼンを結ぶフンスリュック線で、 RS1 の運用を開始するのができた。3両の車両には60.9パーミルの急行バイク間の走行のために強化バネ方式の電磁吸着ブレーキが装備された。さらに1機の間接制動装置が追加されて、1機の強化変速機器もこの3両の車両に装着された。2年間の遅延の末に2012年1月に すべての3両の車両運行が無制限に承認された。ビュルテンベルク鉄道有限会社所属の RS-1 は他の RS-1 と一緒に運転できるだけでなく NE81 機種の車両とも並結できてこの車両を RS-1 の運転台で操作するのが可能である。そのゆえに RS-1 のマスターコントローラーには段階がなくて停止、運転制御がある。 65%の車内床は低くて 55cm 高さの乗降場に適合している。初演部付線の場合 76cm 高さの乗降場に対応する特別バージョンが使用されている。両端にある2つの二軸台車の上には底が高い。RS1 は一人運転での一般鉄道で無制限に運用できる。最大170人未満という比較的少ない。 乗客定員は最新シリーズの RS-1 を最大6両で運転できるという事実によって相殺できる。最初シリーズの場合最大5両の並結された RS-1 は約850人の乗客の輸送を処理できる。2006年にはレギオシャトルの生産が満了するようにみなされた。しかし2007年と2008年には東ドイツ鉄道、 ホーエンゾレルン地方鉄道及びレノスベンニーロ鉄道が RS1 を注文した。この車両の注文で RS1 の総数は365両に増加した。2008年6月末ドイツ鉄道は最大60両の RS1 の配送についてシュタトラーレールと基本契約を締結したが、そこから返事の電話連絡は来なかった。 チェコ鉄道は2010年に33両の機動車を注文した。RS1 は2011年と2012年末からリベレツ州とビソチナ州で840系及び841系機動車として運行されている。2009年にアギリス鉄道はオーバーフランケン機動車路線の用土に38両の RS1 を注文して2011年6月と2012年12月に 運行を開始した。2009年12月末、ベルリン・ブランデンブルク運輸連合の公共交通路線である、ネツイシュタートボンの入札で選定されたオーデグが車両購買契約を締結した。この契約では、2011年の定期、時刻表変更の時に普通列車35系統に投入された RS1 機動車に関する注文が含まれた。 2010年ルールタール鉄道有限会社は5両の RS1 を注文して2011年半ばからリューレン、ハイムバッハ路線、ユーリヒリューレン路線及びユーリヒリニヒ路線に投入した。2010年7月にしたドラーレールはシュトローゴイ線の沿線地域共同体から8両の RS1 の供給に関する申し込みを受け入れた。この契約により シュタットラーパンコー工場の製造数量は450両で、車両は2012年初から供給された。ビュルテンベルク鉄道会社の旅客輸送は2012年前半に開始された。2010年にエアフルト鉄道は8つの東チューリンゲン路線で使用される RS1 を注文して、2012年以降36両の車両を運用している。 2011年7月デ電庫イコールオー鉄道は2両の RS1 を注文して2013年5月に RS1 は使用可能だと発表した。北トラント鉄道が2012年2月10日に8両の新型 RS1 機動車を北トラント鉄道も2012のためにシタトラーパンコー支社から買い入れた。北トラント鉄道の RS1 は 路面電車製造及び運営に関する法律に従って、車体に方向指示器、ストップランプ、すれ違いビームが装置された。2014年以来 RS1 の生産も注文も行われていない。また、2016年以来 RS1 のインターネット情報は、シュタドラーレールのサイトで提供されていない。シュトットガルト中央駅に停車する DB650。 K301 キラードルフツェル駅に停車する DB650、K322 キドイツ鉄道は1999年に RS1 を650系機動車として導入した。650系車両はほとんど中備インゲンとウルムで、子会社である DB アルプボーデンコ地域交通により運用されている。チェコ鉄道は、 RS1 を840系機動車と841系機動車として運用している。2020年12月に南西ドイツ交通は子会社であるソレルンアルプ鉄道でリント54に置き換えられた22両の RS1 車両を中介車であるヘルベティック鉄道車両を介してチェコ鉄道に売却した。その22両の車両は1997年に 製造されたものである。ありがとうございます。